そうなんですよね。どちらのチームもなんですが、慎重になりすぎてますよね。後半45分、キックオフです。マスチェラーノ。ジェラード、危険な位置です。緊張感が増してきます。コーナー付近からのスローインで再開です。ジェラード、組み立ては良かったんですが相手ボールになります。ボールが中盤でカットされました。強引に切り崩してきた。突破、どうなる。ボールがこぼれました。スローインからゲームは再開です。果敢に仕掛けてボールを奪いました。スローインが転がり込んできました。スローインから攻守が変わります。ソング、ボールがこぼれました。上がった。このシュートは大きく外れてしまいました。堀池さん、このタックルはいかがですか？タックルに行かない選手も多いんですが、彼は例外ですね。いいプレーでした。ラムゼ、マルタン、体を当てて取る、奪った。アサモア、マルタン、鮮やかなボールタッチ。マルタン、このボールはラインを割ってゴールキック。手に渡ります。タッチライン際でボールをカット。ラムゼ、カットしました。ここはどうするでしょうか。タックルを受けています。決まるか。大きく蹴り出されます。
メンデロス。いい形でゴール前まで持ってきました。このプレーはフリーキック。頑張りましたが届かず。もうちょっとだったんですけどね。キム・ナミル、マルタン、これはいいところにいました。ナイスインターセプト。タックルでボールがこぼれました。ラムゼ、一人選手がピッチに倒れています。肉離れでしょうか。もったいない形でボールを渡してしまいました。ルーズボールになった。ラムゼ、この時間でのセットプレーは重要ですよ。今のシュートシーンのリプレイです。ここは頭でのクリア。マルタン、ボールダッシュ、寄せが早い。出しどころが見当たらないようです。ここで打つ。イエス、決まった。ゴール、これは歓喜の瞬間だ。これは貴重なゴールが決まりました。最後にようやく決めましたね。あとは油断しないで試合を終わらせたいですね。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。試合は決まりじゃないでしょうか、堀池さん。そうですね、この時間ですと厳しいと思いますよ。これはもったいない、ボールを失いました。堀池さん、ファンは熱くなってますね。はい、じっと座って見ていても決まらないですしね。もっともっと盛り上がっていきましょう。試合終了のホイッスルです。